こんにちは。ミスタートレースです。です。なんか急遽動画撮るって言われて納品来ただけなんだけど。引き合わされるラットさん。引き合わされてます。じゃあ今日のお題は。今日はですね、気球救命士。略してキララ。マジじゃん。言いたくない。言いたくない。キララなんて言いたくないだって俺と全然キララリンクしねえじゃん。株式会社サンラットです。皆さんも一緒に考えてください。ラットさんの、まあ、プロフィールみたいな感じになってると思います。結構重要なやつになっちゃう。俺の個人情報あんまり知られてないから全問正解だった場合は万が一ね、うん、これ難しいんですけど、ラットさん知識量半端ないから、もしかして全問正解もしどっちかがしたら何か特別な企画をねお願いできるかなと思いまして付き合わされた挙句に正解ポイントでこうね、あの景品が決まってくるみたいな。ちょっと頑張らねばいかんすね。そうだね、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、てな感じで行きましょう。はい、早速行きますか。第1問、洋楽限定で、はい、はい、ラットさんが好きなバンド。超簡単っすね。え、超簡単っすね。うん、まあ最悪ジャンルでもいいかな。具体的なジャンルでもいいんですか。いいよ。まあそれだと当たりすぎちゃうかな。書けました。はい。え、いくつ書いていいんですか、これは。3つ一応書いていいよ。1個は、1個はジャンルでもいいし、これ優しすぎだな、ジャンルだと。まあいいや。僕はこの一択で。じゃあ私もこの一択でいこうかな。はい。はい。じゃあ出してみてください。ドン、はい、バレバレじゃん。正解。これは動画でも前、うん、お話ししてくださいましたもんね。俺これ方角でも当てれるからね。ああ、うん、え、ちなみに雨ざらし。あ、雨ざらし大好きです。おじゃあ2ポイント俺はラットさん何でも知ってるからね。マジですごい、うん、あ、そんな仲良かったっけ。おっとおっとあとは洋楽だとブレッド・フォー・マイ・バレンタインとかね。ああ、はいはいはい、好きかな。じゃあ早速第2問。はい、好きな映画。映画だと映画多分これは洋画ですかね。うん、そうだね、洋画になるね。でもこれ多分当たらないと思うから。映画難しいな、うん、当たらないと思う。映画かー、うん、なんかこう、そしたらまあ最悪ジャンルでもいいよ。一応3つ挙げていいですか。いいよ、いいよ。例えばあれでもいいかな。ジャンルっていうより好きな監督とか。ああ、なるほど、うん、好きな監督、うん、でもいいよ。映画監督ね。意外ですか、これは。意外じゃないかもしれないね、監督で言うと、うん、作品名になってくると、まあ、意外なのもあるかもしれないけど偏りすぎたかけたようなので、はい、出してもらいましょう。はい、せーの、ドン。はい、僕はバタフライエフェクト、うん、キューブ、うん、で好きな監督リュック・ベッソン。うん、ハズレ。私は結構アドベンチャー系ばっかり書いちゃいましたね。インディ・ジョーンズ、ハムナプトラ、アサシン。うん、まあ嫌いじゃないんだけど、俺の答えの中には入ってないね。うわまさか名探偵コナンとかないっすか。やっとシリーズ全部見てね。まさかの意外すぎる。何一つ見てまさかの名探偵コナンとか。それは当たらんわ。当たらん間違いなく。答えはね、はい、まず一つは、はい、From Dusk Till Dawn。うん、見たことないです。うん、まあドラキュラというか、そっち系。From From Dusk Till Dawn。ドラキュラ系です。あ、そうだね、ドラキュラ。あのね、モンスターとかね、割と好き的な。そうだね。はいはいはい。で、まあもう一つはスターシップトゥルーパーズ。これは宇宙。はいはいはい。うん。わからん。で、あとは、まあ、王道かはちょっとわかんないけど、バッファロー66。
払うんですね。知らない。ロードムービーかな。はいはい。ヴィンセント・ギャローが監督の。あ、じゃあ好きな監督はヴィンセント・ギャロー。ヴィンセント・ギャローとか、あとはクエンティン・タランティーノ。タランティーノ。だからフロム・ダスク・ティル・ドーンにはタランティーノ出てるし、はいはいはい。ね、当たらないでしょ。当たらんすよね。当たらないですね。これじゃあなかったってことで。まあまあまあ。それはわからんわ。わからんわ。そしたら、はい、第3問。はい。映画と違って次は、ね、好きな漫画だね。好きな漫画。これはちょっとチャンス。映画よりもわかりづらいから、まあジャンルでいいよ。ジャンルっすか。うん。まあそれかなんかこう作品名が出てくるのでおしゃれでもいいけど。それは結構知られとる漫画ですか。そうだね。ただ、まあ、知られてるって言えば知られてるかな。でもここ数年で急に盛り上がってきてるジャンルかな。ああ、そういうことっすか。なるほど。なんか分かった気がする。うん。書けましたか。これちょっと待ってください。はい。はい。はい、書きました。じゃあ答え出してもらいましょう。はい、せーの、えい。行って歴史横山大観。それ何それ、それ三国志のやつか。まあ漫画ではあるかもしれないけどね。はい、ね、そっちが異世界転生系転スラ。まあ転もうそっち正解だね。異世界漫画、まあ、テンスラももちろんだけど、あのオレツエ系が、あ、うん、わー、マジっすか。そういえばそんな話したな。うん、そうだね。うん、だって俺異世界行きたいからね。あ、そういうことですか。うん、そうだね。俺あのキングダムでこういうこっち系がまた見直されてるかなとか思っちゃう。あー、なるほど、確かに。ラッキーさんこっちっすね。転生したい。俺転生したいから。やったー。すげえな。意外だと思いますけど。意外でしたね、これは。やったー。いやいやいや、まあ基本的にはほら。俺の場合ってこう想像力が豊かになるものが好きだから。はいはいはい、はい、あ、なるほど、うん、いや、お姉さんさすがです。次行きましょうか、はい、第4問は、はい、好きなモビルスーツは。あー、そういう感じですか。これは男はいいけど女性はわかんないじゃん。私は有名なやつしかわからない。ちなみにガンダムってどこら辺まで見てるんですか。でも1個は一年戦争じゃないな、ポケットの中に戦争だもんで。あ、僕やっぱそれ一番最初に書こうと思って、うん、絞るとしたら一年戦争とポケットの中に戦争かな、はい、うん、もう僕一択なんですよ、うん、多分僕と一緒だなと思ってて。マジ、はい、ちなみにジオンですね。2人とも書けました。はい、はい、では答えをどうぞ。ででん、シャア専用ザクとケンプファー。残念。なんで一年戦争の方はグフで、はいはい、ポケットインザウォーはグフカスタムです。あ、まあ、結局グフなんすね。そうです、グフが大好きなんで、僕ケンプファーが一番好きなんですよ。なるほどね、まあ、僕は、なんでグフかっていうと、やっぱりランバラルの、はい、ザクとは違うのでザクと、ザクとは違うのでザクと、ダウンサイズに子供流れに痺れた。あ、上司にしたい男ナンバーワンでしたからね。あ、そうなんだ。そうそうそう、量産型ではないと。そっかそっか、あっちゃう。まあ行きますか次、うん、じゃあ第5問、はい、好きな仮面ライダーこれ正直僕も仮面ライダー全然見てないからあれなんですけど、うんうん、まあまあまあ秘密回避です。イエイ。もうこれはな、わからないよ、お姉さん全然知らんの。じゃあ出してみてください。ドン、はい、シャドウムーン、アマゾン、ライダーマンで、仮面ライダーブラック。正解は、アマゾン。イエーイ。へぇー。アマゾン買っ
履いてよかった。アマゾンが、はい、本当に子供の頃めちゃめちゃ好きで、あとは最近ので言うとキバとかね、多分あんまりこう出てこんす、うん、メジャーじゃないと思う。そんなに人気なかったからね。アマゾンが一番かな。アマゾンは仕事場にフィギュアもあるからね。あ、本当ですか。うん、僕はシャドウムーンですね。シャドウムーンは俺多分あんまり触ってない時のやつじゃないかな。フェイスライダー、仮面ライダーブラック RX。 うん、ああ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 、これあとでも地味にライダーマン好きなの、はい、ここちょっとここだった、ここ出てるやつ、はい、うん、唐沢俊明、うんうん、唐沢俊明ライダーマン、そうだよね、知らない、そうなの、初期の、初期の、え、だってライダーマンってもう俺が子供の頃だよ、はい、え、唐沢俊明ですよね、あれちょっと後で調べときます。はい、ここまでは俺の個人的なものでしたけども、はい、後半はシルバーにちなんだ内容でお送りします。お楽しみに。お楽しみに。まことに。